はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、新宿の個展に向けてね、フラッソの紹介その4になりますかね。はい、その5まである予定でございます。はい、グラッソ多機能ペン、今回はハワイアンコアからいきましょうか。はい、ハワイアンコアもね、レベル差がやっぱり出てきますので、値段帯こちらの2万円と2万2000円あります。はい、2万円のやつがね、こんだけさらに上にここまでですね。はい、ちょっと札がなくなったので、作ってからつけてからしまいます。はい、ここにムクロジ来てますけど、花輪の紅白と小部目がね、少し増えたので、ここに前のね、ここにあったやつ、そちらにやってきたので、ムクロジがここに来ました。さらにここに花輪の小部目ですね。はい、ハイアンコアですね。はい、2万円の分がこれだけ、そしてこちらのケースは全部22,000円。ごめん、22,000円もね、札がね、切れちゃったので作ります。はい、こんだけね、約30本ほどね、ご用意しております。やっぱハワイアンコアいいっすよね。うん、でハワイアンコアこの数おかしいでしょっていうぐらいあるでしょう。うん、頑張った。うん、ハワイアンコアね、うん、いや、一時期ほんとなかったんすよね、いいものが。全然作れなかったんですけど、やっと作れる、ちょっと入ってきたって思ったらね、ちょっと作りすぎたかな。うん、まあしょうがないですね。うん、まあ個展ですしね、全員来たら650人、まあね、やっぱり第2希望は無理だったと思うので、第3希望、第4希望、第5希望になっちゃった人はね、もしかして前見の動画見るとね、来ない方いらっしゃるかもしれませんね。はい、まあそれでもね、多分売り切れはないと思いますのでね。うん、でも650人3000本、ちょっと計算するとやばいっすよね。はい、でね、うん、花輪紅白、ここにもいるんです、花輪もいるんですけど、この子ね、動画で紹介して、まあ多分何が弁償かなかなーって言ってたやつ。はい、いや、やっぱりね、どうしても気になってね、久しぶりにめっちゃくちゃいい、もうこれは極上クラス、超極上にはまあ絶対届かないんですけど、極上クラスになるかなーっていうことで、特に面白そうなやつをね、ちょっと削ってみました。で、ペンシルとルーチェペンも少しずつ削ってますけど、まあそんでもね、問題はある、傷がめちゃくちゃ多いってやつですね。まあなので、まあ1万5000円だったり、まあさすがにね、ちょっと面白いやつはね、ごめんなさい、少しだけ2万円、3本だけ付けさせていただきました。で、こいつが1万4000円付けてる？うん、4000円付けてますね。はい、ということで、こいつらは傷が多いからね。うん。まあちょっと、まあこんな感じのやつがね、まあペンシルでも出てくるかな、ルージュペンでもちょっと出てくるかなっていう感じです。はい。で、ブラック&ホワイトエボニーね、追加、3本追加になりました。で、ハカランダも追加。こちら、桜ね。はい。2万円と1万8000円ですね。はい。さらに、クレープマートルですね。アジアのすーげー小部材も、はい、これが削った分ですね。はい。で、隣がタモの木ですね。うん、こう見ると玉木って言ってもいいのかなって思える感じなんですけども。はい、木。まあ、こうやって波がこうやって打ってますよね。うん、まあ、縮みっぽくもなっておりますし。何木っていうのが本当は正解なんですかね。まあ、正解になってないですよね。ということで、はい。まあ、綺麗なやつ。1万8000円と1万5000円と、はい、値段差分けました。また、ターモもね、ほんと、めちゃくちゃ高くなりましたけど、まあ、太軸でこうやってやるとね、どう？めっちゃ面白いと思いますね。うん、独特っすよね。面白いなと思っております。はい。で、アフゼリアも、はい、2万2000円と2万4000円が1本かな。はい。こんな感じで、こんだけ、組み立ての順番でこうなりました。はい。ここに。
デザートインアウト3万円のやつですね。はい、3万円のがこれだけ、2、4、6、8本で、下に来るとちょっと木がほとんどなかったやつが、いくらつけてるの、はい、2万5000円つけてますね。はい、で、下のバーズアイがラス1、ちょっと面白いやつ、シアメースのね、そしてバーズアイメープル、はい、そして2万8000円のデザートインアウトがね、こんだけありますので、まあ 100% 完全にコブ木ってわけではなくって、うん、それなりのコブ木ですね。はい、でもデザートインアウトも一気にまた上がりましたね。ね、2月ぐらいに来たのかな、うん、一気に上がれたのに、ほんとおいおいっていう感じなんですけど、まあまあ古典なのでなんとかっていうとこですね。よいしょ。そして今日の最後が、スタビライズドと多色染めのやつですね。うん、今回多色染めのやつ、動画で撮ったやつはね、まあペンシルとルーチェペンにね、だいぶ振りましたのでね、グラスはちょっと少なめとなっております。はい、まあピンカイボリはいいでしょう。そして今回のメイン材ですね、黒炭のコブ木、どう、2万8000円のこの辺からね、ごめんなさい、ここからこっちは2万8000円、うん、見えないやつもいるんですけど、すげえつぶつぶコブ木あります。で、まあ木落ちるやつが2万2000円となっておりますので、黒炭の項目ね、うん、はい、これ動画撮ってるのもうちょっとマジでやばい時期に入りましたが、はい、万年筆も削り始めております。黒炭項目ね、すごいですよね、やっぱ、うん、まあ今回まあクログでね、まあ動画と写真で説明するのがほんとね、空ですわ。うん、いや、でもほんと実物見るとすげっすよ。ね、写真映えがしない子なんですけど、めっちゃすごい子。うん、はい、というわけで、クールですよね。というわけで、グラッソその4、4? うん、その4ですね。はい、いろいろと紹介してきました。またデザートアイアウトも、まあ、ほんと、なかなか珍しいので、よろしくお願いします。まあ、カリンの、まあ、これが極上といえるコブですね。粒、いい感じでしょう。なんだ、この感じね、そうそう、めっちゃいいね。ローズウッドのコブ木に似てるかなっていう、そんな感じでございます。はい。今回もハワイアンコア本当に過去最高本数になってると思いますよ。こんだけじゃなくってさらにドンですからね。はい、ということでハワイアンコア、まあハワイアンコアもペンシル、ルーチェペンもね、最高本数になってめちゃくちゃたくさん持ってきております。はい、すごいいいレベルでね揃ったんじゃないかなと思っております。で、まあクラッシュベルベットも含めてね、いいと思いますので、またよろしくお願いいたします。